え、部長、メーターさんなんですか？いらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。今日の今日はね、フードパートナーさんはカレーのピープル様。あ、そう、美味しいんですよ。知ってますよ。天通寺市。はい。よきたです。よきた町？よきた町。よぎた？よぎた町にあります、カレーのピープルさん。めちゃめちゃ美味しいんですよ。2024年シーズンも無事終了した蒲田マーレさぬき。今回のカマーラは最終戦 AC 長野パルセイロ戦、今シーズンの全体最終練習など11月に行われた試合、イベントなどを盛りだくさんでお送りします。めっちゃいい匂い。わあ、オーナーのお母さんの八重美です。どうもお世話になっておりますほんで作ってるのが私です。みっちゃん、はい、はい、よろしくお願いします。今日は何カレー、あ、なんかいっぱいあるよ。今日はバターチキンカレーです。バターチキンカレー大好き。すごい、これトッピング付き。トッピング付き。うわわわわわ、すごい。なんかお菓子もあるよ。今日はメリークリスマス、もう今度最後なんだな、クリスマス。すごい、かわいい。すごい、え、もらっていいの？どうぞ。わ、ありがとうございます。メリークリスマス、なんか部長も欲しそうだよ。これ何ですか？チョコ？あ、グミです。グミだ。グミいただきます。いただきます。お母さんにもあげてください。あ、カメラのカメラさんも、うん、メリークリスマスありがとう。早いですけど。すごい、え、これ何、これ、これに入れるの？うん、これはな、ラッシー。すごい、ラッシーもある。はい、あ、すごいね。栄養満点なんですよね。うん、でこっちカレーでこっちご飯みたいな。そうです、そうです。すごい。選手はさ、こう、はい、日替わり、週替わりでしたっけ、このフードパートナーさんって。うん、いろんなフードパートナーさんが日替わりっていうのかな、うん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 、来ていただいて、今日はピープルさん。すごい、うん、結構みんなおかわりしますよね。結構してくれますね。誰がおかわりしますか？一番一番するん誰かな。みんなするな。でも、うん、まあそれはそうですよね。美味しいもん、うん、今もな、今もは絶対してくれるな。あ、そうなんや、うん、へえ、ラッシーまであるとかすごいよね、うん、へえ。乳製品はいいですからね、練習後に。そっか、へえ。でも何食分、何食分？50から60ぐらい。50から60。おかわりがあるから。そうね、うん、今季最終戦はアウェーで AC 長野バルセーロと対戦。試合前半は蒲田マーレさぬきが押し気味で試合を進めます。後半50分、森選手のシュートが相手のオウンゴールを誘い、蒲田マーレさぬき先制。さらに後半50分に丹羽選手がセットプレーから追加点。その後も AC 長野バルセーロの反撃を0点で抑え、見事クリーンシートで蒲田マーレさぬきが最終戦を勝利しました。食べようかな、12時半ですよね。うわ、いいです、はい、どうぞ。じゃあ食べれます？部長が部長が食べる。食レポみたいなのはしないよできないよ。それはできないけど。できない。美味しいって言っちゃう。そうだよね、うん、黄色い。黄色い。しかも量まんまあるよ、部長。選手みたいにはいらないんですね、僕は。すいません、太っちゃうんで。230、200ぐらいにしとこう。はい、選手はどれぐらい、250とか。250ぐらい。おお、結構いくね。でそれをおかわりするんやもんね。そうそう、おかわりしてくれるから。バターチキンカレーですよね。そう、もう今日はシーズン終わったので、じゃあ少々不節制しても大丈夫かなと、うん、そういうこと。バターたっぷり、ちょっとカロリーがね、ちょっと高めっていうのとか。そう、うわ、やっぱ何かな、みんなインボディとかノンジョン見たら、うん、ちょっとさすがにカロリー高いのを毎回するもんなと思って。へえ、インボディはねすごい。だってもう部長もインボディ愛用中ですもんね、測るやつ。そう、
土佐さんに紛れて剥がらしてもらってんだけどね。ね、なんなら現役の時よりも仕上がってる説。おーすごい。これちょっとカメラに見せてください。そうそうそう、ほら見た目もすごいいいよ。ね、宝山湖ボールパーク来ております。なんと今日は小学校の3年生4年生のお友達が遠足に来て、そして選手とサッカーをしているということで、ちょっと私もやってきました。石田君、こんにちは。お名前教えてください。石田春です。春くん、私は春ちゃんです、よろしく。ありがとう。え、今日は遠足にここ来たんだよね。はい、遠足で、ここは初めて来た、もしかして。はい。わあ、どうだった？芝生が綺麗でした。芝生綺麗だった？選手と一緒にサッカーしました？はい。どう？近くで選手見て。かっこよかったです。かっこよかった。2人いたけど、ちなみにどっちがかっこよかった？選べないです。選べないです。素晴らしい素晴らしい。そう、なんか教えてもらったこととかある？ドリブル。ドリブル、ドリブルはどうやったらいいよって教えてもらったの？緊張してる。そんな素人に教えられないよね、ドリブルのことなんてね。私ね、サッカー全然わかんないんだけど。え、でも上手くなった、ドリブルじゃ。はい。すごい。じゃあこれからもサッカーの時に役立てようかなって感じ。はい。他なんか言っときたいこととかある？楽しかったです。おー、いいね。はるくん、ありがとう。あゆみちゃん、何年生？4年生です。4年生。あゆみちゃんはサッカーしたことある？あります。ある？サッカーは好き？うん、好きです。好き。今日は、どんなことを教えてもらったんですか？ドリブル。あ、すごい。今日もドリブルがメインだったのね。その他はないの？なん、何？シュート。例えば、あ、シュート？シュートや、例えばなんかドリブルしながら。だけドリブルやん。なんドリブルやん。シュートもした？あ、はい、しました。した？え、本当のさ、大きなってか硬いサッカーボールでやったの？あ、はい。え、痛くない？あれ。いや、痛くない。平気？じゃあこれからもサッカー頑張ってね。はい。ありがとうございました。あゆみちゃん、イエーイ。じゃあお名前教えてください。上村かりんです。かりんちゃんは3年生4年生？3年生。3年生。今日はここ初めて来た？どうだった？楽しかった。楽しかった。どんなこと楽しかった？みんなでサッカーの試合した時、うん、あ、試合もしたの？ゲームした？シュート決めた？嘘。マジで？シュート決めた？点取った？多分してない。してない。してないんかい。選手は近くで見てどうでしたか？かっこよかった。かっこよかった。どっちが？どっち？臼井選手と小松選手。どっちも。あ、どっちも。そう、みんなできてる子たちだね。選べませんとか、どっちもとか、私ならこっちって言いそうですけど。蒲田マーレ応援してくれる？本当？先生に確認するよ。じゃあこれからも応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。一番楽しそう。バレましたか？バレてる、バレてる。もうなんかね、打ち合わせしてるのはちょろちょろ聞いてたんですよ。はい、今日遠足なんですか？これ遠足です。遠足に、はい、この宝山湖がくっついてて、うん、サッカー教室もくっついてるっていう。そうそう、たまたま宝山湖に見学に来たら、なんと隣がサッカーやってるとこだった、ね。何？これたまたま推しの選手が来てくれて。そうなんです。なあ、遠足でこれからも来ようかなって感じ。学校で。もちろん、はい、来たいですよね。うん、これからも。そう、他の学校も来たらいいんじゃないのかなと思いますけど。いや、本当これ見てね、うん、みんな来てくれたらいいんじゃないかな。逆光大丈夫？みんなありがとね。はい。先生の企画だからこれ。先生の企画だよこれ。先生たち会ったことある？あ、本当？先生たち会ったことある？先生、あ、宮城先生だけ会ったことある。でもしょっちゅう会う。しょっちゅう会う。いや、ありがとうございました。 ありがとうございました。はい。すごいね。なんかこんな お店みたいなのがここで食べられるってすごいありがたいね。じゃあどうぞ食べるぞ。食べて。
跳ねるぞ。美味しいって言って。そう、行きます。食レポ、食レポ。どうすか。美味しい。いや。いいなそれ。いやいや、なんて言ったらいいのかな。まあ、バターチキンの味がすごくしてて。バターチキンカレーだっての。そうなの。まあ、でもバターの香り、甘い香りというか、そうそう、濃厚な香りがするんで。うん、結構あの食べ応えがあるはずですよ、はい、やっぱりね、うん、え、あのプロが見本を見せるやめとけや、やめとけや。じゃあ早速ですけどいただきます。あ、すごいチキン大きいの乗ってますね。うん、おいしい。プロ出ました。プロが美味しい。いただきました。美味しいんだから美味しいでいいですよね。そうそう、美味しいんだもん、うん、いや、でもあの香りもすごい濃厚で深みありません。そう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 、味もなんていうかな、重たいっていうんじゃなくて深みがあるよね、うん、美味しい。めちゃくちゃ美味しいし、チキンが結構大きいの入ってる。辛さもうん、マイルドだし。そう、辛いのが苦手な僕には本当にちょうどいい。辛いの苦手なんか。苦手です。かわいいな。同じ。うん。いや、結構甘いですね、これね。そうです、そうです。甘い箇所ないですか。甘い箇所？うん。そのと、え、って顔してるけど。甘い箇所。甘さもたまに来るんですよ。ああ、うん。多分、カシューナッツとか。ああ。うん。すごい。カシューナッツとかね、入れるのね、すごい面倒くさいんですよ。めんどくさいね。ね。あれ、ふやかしてってか、水につけてビーってして入れてってするとコクなり甘みなり風味なりって出るんですけど。カレーをめちゃくちゃ作る人みたいな。そう、そうなの。カレー屋さんみたいなこと言ってる。カレー屋みたいなこと言ってますけど、カレー屋だよ。カレー屋だよ。フードパートナーと。そうですよ。たまたまですね、本当に。僕が蒲田バーレでサッカーさせてもらってる時はないですから。よね。ない。あ、誰か来た。あ、僕です。あ、もうどうぞ食べてください。食べ、食べちゃってください。早く早く出てきました。いいとこに来ましたね。いいとこだったね。本当は絶対映りたいと思うんですけどね。本当？こんにちは、ジンジンが来ました。はい、カレー召し上がってください。楽しみにしました。カレーは好きですか。カレー大好きです。大好き、はい、寒いんで。あ、寒かった。めっちゃ寒いです、外やばい。手やばい、かじかんで。どっち最後ですか、もう。そうですね、意識だな。12月の来れる日はもう埋まっちゃってますってなって。あ、そうなんですか。寂しいな。こんにちは。こんにちは。長野来ました。お客さん。すいません、長野に。パブリックビューイングだったわ。そうじゃん。あ、全然人の話聞いてないじゃない。誘われてたんですか。そうやった。びっくりした。出たんだけどびっくりした。あんな出れんよったやん。びっくりしました。